死ぬほど楽しかったです。キャランさん、くす玉ありがとうございます。あの、私本日シンポジだったので、ちょっとシンポジの不安がねありましたけれども、見てください、このマネージャーさんからいただきました。こんばんは。嬉しい。泣いてるのバブすぎた。私さ、泣き顔があんまり可愛いタイプじゃないんですよ。ちょっと恥ずかしかった。恥ずかしかったです。すごっ。こんなん作るのめっちゃ大変だったろうに。すごーい。メッセージ付きだった。マネージャーさんからのさ、メッセージさ。村山さんへの愛が大きいのも好きですって書いてある。バレてる。バレてるのめっちゃおもろい。マネージャーさんにバレてる。バレてるしいじられてる。バレてるしいじられてる。いいチームでしたね。確かに見方によってはマネージャーさんも公認ということで。すごい、チロルチョコがさあ、裏返っちゃった。ちょっと待って、クシケンさんこんばんは。チロルチョコがさあ、すごいチーム4のさあ写真が書いてあるんだけど、これってさあ頼めるの、そんな簡単に。すごい、チーム4の集合写真。ちょっとチロルチョコちっちゃすぎてどれが誰かちょっと分かんないんですけど。すごーい、ありがたいですね。そう、キャプテンからねお手紙ももらいまして、コメント読もう。そう、写真付きチロルチョコ。キャランさん、かわいいゲットありがとうございます。チーム4のマネージャーさんめちゃくちゃ暖かかったな。裏の写真はね、オーディションかな、オーディションですか、この写真。多分オーディションじゃない。こんばんは。ゆりちゃんの配信でサリの話してた。なんて言ってましたか。ちょっと恥ずかしいじゃん。こんばんは。嬉しい。ゆりさんの配信見たいわ。自分の配信もしたいけど、ゆりさんの配信もしたい。あ、見たい。そう。よいしょ。もうさっき雨がすごくてさ、雨がすごくてさ、カバンびちょびちょなんですけど、風がすごくて、風がすごくてさ、傘さしてもまるで意味なかったんだけど。ゆりさんからのお手紙。しけんさんこんばんは。ゆうなひかる配信しました。いいな。ウィンブルドンでのカメラ目線、破壊力抜群、イエーイ。しけんさんこんばんは。なあちゃんに張り合えるサリンすごいって言った。全然張り合えないですよ。なあさんには負けますけど、ゆりさんへの愛の大きさは多分ちょっといい勝負できるかもしれない、もしかしたら。相当好きだからな。サリン可愛い、ありがとうございます。ベタ褒めだった。おー、危ねえ、よかった。危ねえ、セーフ。配信見て泣きました。おー、よかった。
今日多分倍率えぐくて私のファンの人一人もいなかった。みんな配信で見てくれてありがとう。チョコの行方のスカート衣装もかっこよかった。あ、そう、チョコの行方さ、初めてスカート衣装でした。イエイ。いや、一生の宝物ですね。お手紙、昨日のコンサートも今日の公演でもサリーのことを褒めてくれる人がたくさんいて、私は嬉しい。いや、本当に嬉しい。でウィンブルドン今日さ、あれ、キアラさんがさ、サリンがあんなフリフリのやつでパフォーマンスしてる、フリフリのパフォーマンスしてんの初めて見たって言って、なんか褒めてくれた。めちゃくちゃ可愛かったよって褒めてくれたので嬉しかったです。こんばんは。ウィンブルドン用にちょっと歌い方可愛くしてたしね。普段の歌い方じゃない歌い方してたしね。こんばんは。いやー、でも泣いたな。なんかでもむしろし今回シンポジでよかったかもしれない。なんか今までのポジションだったらこうちょっと余裕があるから、なんかもう僕らの風とかでちょっとうわーちょっと涙出そうってなってた可能性あるけど、今日なんかもう必死すぎて必死すぎて泣いてる場合じゃないみたいな感じだったので、遠くにいてもまで耐えれてよかった。チョコの行方でゆりちゃんと絡み合ってよかった。あれさ、このポジションゆりさんとマジで絡みゼロだと思ったらさ、蓋を開けてみたら意外とあったんだけど、え、すごい可愛い。立山けんけんさん、タワーありがとうございます。え、すごい、なにこれ、なんかいっぱいいっぱい出てる。イエーイ、イースターエッグ。うん、ゆりさんって結構あったよ。ありがとうございます。すごい、なんかいっぱい出てくる。何この、なんていうの、ランダム玉手箱みたいになってんの、すごい。立山けんけんさん、タワーありがとうございます。感謝感謝。こんばんは。なんかロープの友情もゆりさんと一緒だったし、え、すごい、おちゃむさん、え、かわいい。あ、ありがとうございましたわ、おちゃむさん、すごい、感謝感謝、どう感謝していいのか、感謝。すごい、ちょっと何、デザインが可愛すぎて私の顔面が負けてる、ちょっと勘弁して。もっと可愛い顔に、可愛い顔でいいよ。もう泣いたからさ、顔は終わってるんですよね。あ、そう、でゆりさんとのペアは、そう、ロープの友情もペアだったし、いや、いろいろ結構あったんだよな、ちょっと忘れちゃったけど。チョコの行方もね、あとあれ、恋の傾向と対策でゆりさんにハートを送れたのでよかったです。あら、残念のとこね。こんばんは。いや、楽しかったな。でもなんか楽しかったなって思ってるけどさ、もう鉄ナーをあのチーム4でやることは二度とないんだなって。あーあー、悲しいな。いやー、ちょっとね、困っちゃうよね。ちょ、ごめん、え、待って、手元に飲み物がない。ちょっと水持ってきていいですか。えい、ちょっと足痛いよ、頑張りすぎた。あ、水あるやん。あ、でもどうしよう、ペットボトルの水を今飲むな、もったいないか。よいしょよいしょ、またー。こんばんは。
昨日配信見れなかったから今言うけど、ぼっちゃん劇場のてっちゃんズライブ楽しみ。あ、ね、楽しみです。私も何やるか全く決まってないけど楽しみ。紙袋めっちゃ気になる。あ、これね、これは今度ゆりさんにあげるやつです。こんばんは。お見送りの声が大きかった。ああ、そう、でも今日さお見送りの時さ、なんかさ、お見送りしながらさ、あの、ファンの人がこうなんかスケッチブック見せてくれたりとか、うちはにチーム4だっけ、ん、フォーエバーチーム4みたいなうちは見せてくれたりとかするからさ、ずっと目に涙ためながらお見送りした。さやがもうなんか全員にさ、お客さん全員にありがとうございます、一人一回ありがとうございました言うっていうお見送りの仕方をしてるんですけど、私の場合なんか声をずっと出し続けてるから涙をこらえられてたけど、なんか無言でのお見送りとかだったら多分めっちゃ涙流してたと思う。もう目にガンガン涙ためながらお見送りしてたから、途中めっちゃ涙声で喋ってたありがとうございましたみたいな声が全然もう涙声で全然響かなかった。そう、いやー寂しいね。なんかさ、マジゆりさんと劇場立ってるのもうないじゃん。え、無理無理なんだけど、ちょっとどうしよう。え、今現実を受け入れられてないよね。こんばんはこんばんは。全然受け入れてない。ちょっと待って、どうしよっかな。さあ、私最近ね、でも今日、昨日京都もそうだったんだけど、本当に多分ゆりさんの顔がマジで多分好きなんだろうね。見るやん、なんかこうふとさ、ゆりさん見ようと思ってなくて視界に入る時とかあるじゃないですか、楽屋とかにいると。そういう瞬間に、え、可愛いってさ、なんかこう心の中で思うんですよね。やちさん、ピオちゃん、ありがとうございます。こんばんは。え、そう、びっくりじゃない、もうファンやん、反応が視界に入った瞬間、え、可愛いってなる。そう、こんばんは。いや、でも本当に可愛いんだよな。なんかゆりさんからのお手紙もね、まあ、ちょっと内容は見せないですけど、てか髪がさ、髪が可愛い。いや、本当に泣きそう、この手紙読むと。無理かもしれない。え、ちょっと待って、泣いちゃう。わあ、もう会いたいんだけど、さっきまで1時間くらい前に会ったのにね。え、なんかこれ開演前にゆりさんからもらって、絶対開演前に読んだら泣いちゃうと思って、終演後まで撮っておいて、終演後はなんかもう気持ちも高ぶってていっぱいいっぱいだったから、こうスッて読めたけど、今改めて読んだら無理だねえ、ゆりさんも幸せだね、思われてて。こんな私でもいいですかね、喜んでもらえるかな。なんかさ、最後の一文だけみんなに教えるんだけど、兼任してくれてありがとうって書いてあるんですよ。その最後の一言がやばい。今視界にめっちゃ涙見える、邪魔。こんばんは。会いたい。
こんばんは。嬉しいね。ゆりちゃん推しなんですが、今日の公演来ました。ありがとうございます。え、今日さ、なんか755でもゆりさん推しだけど気になりました今日みたいなコメントあって、なんか嬉しかったんですけど。ハッピー。お見送りの時ちゃんと目を見て挨拶してくれたら嬉しかった。いや、私マジ全員と目合わせるつもりでね、いつもね、みんなの顔を覗き込んでるよ。手紙に涙を落とさぬよ。え、そう、今ちゃんと落ちたけど、ズボン、自分のズボンに落としました。手紙はやっぱ汚せないですからね。いや、いいチームでしたね。ゆいちゃんが好きなのよくわかる。嬉しい。すごい好いてくれて嬉しいみたいなこと、さっきゆいちゃんショールームで言ってましたよ。だからね、ゆりさんさ、なんか私が多分心からゆりさんのこと可愛いと思って口に出してると思ってないんですよ。そう、絶対なんかもうルーティンとして言ってる、惰性で言ってるって思われてるけど、マジで毎回心からうわ世界一可愛いと思った時に世界一可愛いって言ってるから、ちょっとゆりさんちゃんと受け取ってほしい。厄介みたいな。圧、愛の圧強めでお送りしております。こんばんは。あ、しかもそうゆりさんの受け取り方がさ、あ、こんばんは。ゆりさんの受け取り方、いつもセリンはいつも可愛いって言ってくれて優しいねって言ってくれるの。優しいとかじゃなくて、事実を私は伝えてるだけだから優しくないですよね。なんか何の弁解ですかこれね。不思議な配信になってしまいました。でもね、多分ゆりさんのね、あの照れ隠しだと思ってる。それはね、照れ隠しだと思ってる。そうだから、いいんだ、これからも会うたびに言っていくんだから。これから会う機会がきっとさ、チーム変わって減るだろうから、もうなんかもう LINE 飛ばすしかないよね。LINE で今日会えてないですけど、多分世界一可愛いですって。それは嘘になっちゃうからやめとくわ。ごめん、それは嘘だから、そう、見てないのに言うのはちょっとね、憶測だからちょっとやめとくわ。会うたびに言おう。会う口実をね、いっぱい作りたいですね。お忙しいと思いますけど、ちょっと今日配信で泣く予定なかったのに、なんか全然公演終わってから結構ハッピーな明るい気持ちだったから全然泣かないと思ってたのに、なんか泣いちゃったよ。ゆりさんが好きすぎて泣いちゃう。もうほんと大好きの歌詞じゃんと思って。大好きもね、今日結構何回か泣きそうポイントあったけど泣かなかったんですけど、目のうるうるでとどめられたんですけど、大好きなの、 あなたのこと、なぜか涙が溢れ出す。違うわ、歌詞。大好きなの、大好きすぎてなぜか涙が溢れ出す。大好きなの、こんな気持ちは生まれて初めて。もどかしくて、それな。この歌詞にめっちゃ共感しながら今日歌ってた。今まで以上に大共感歌詞だったわ。あの今日はね、先週大千秋楽ということで、メンバーみんなで涙後回し、いい曲だね。涙は後回しだって歌いながらめっちゃ号泣してた。全然後回しできてない。先回ししてる。全然先回ししてたんだけど、はい、全然後回しにできなかった。全然号泣してた。もうちゃんちゃちゃんのイントロの移動がマジでもうなんか涙が止まらなくて、後ろ向いてるから思いっきり泣いてて、そう、
笑おうと思ったけどちょっと涙がちょっと溢れてた。いや遠くにいてもマジめっちゃ泣いたな。映ってた？遠くにいても。まず最初さ歌割りじゃないからこうやって横揺れしてるんですよ、遠くにいてもって。遠くにいてもずっと横揺れしてるんですけども、横揺れしてる時にもう泣いてた、大号泣してた、もうなんかで泣いてた。しけさんこんばんは。こんばんは。そう、遠くにいてもいい曲すぎん？いやずっと思ってた。なんかあの19歳の生誕祭の時も遠くにいてもで泣いちゃったけどさ、みんながコメント言ってる時にもう泣いてた。いやみんながコメント言ってる時ね、ゆいりさんまではねこらえたんだよ。いやズッキーのコメントで結構来てて目にちょっとうるうるしてたけどこぼれなかったの、耐えたの。いやちょっと人の挨拶泣いたらさちょっとあれやなと思って、遠くにいてもまで我慢我慢と思ってたんけど、ゆいりさんが喋り出してたらダメだった。ゆいりさんがなんかこうなんか県人も不安だったと思うけどみたいな言われた瞬間にはぁ、あ、ってなってダメでしたね。はい、いやーマジでマジでさいいチームだったよね。なんか県人始まった時のことを思い出すとさ、正直さなんか組閣まあ、わけもまだわからないとき、そんな加入して立ってないからさ、AKB に。わけもわからないとき、なんか組閣になってさ。わあ、すごい、アンディさん。タワーありがとうございます。すごい。何今日いっぱいタワー立ててもらってる。私何もしてないのに。ありがとうございます。ありがとう。サリンと素敵な村山チームフォーへ。ありがとうございます。本当に感謝。感謝です。アンディさん、ありがとう。何の話したか忘れちゃったけど何でしたっけ、あ、何の話したか忘れちゃった。タワー喜んでたら忘れちゃった。何だったっけ、あ、そう、兼任さ決まった時の話してたわ。そう、まだわけもわからない時に組閣になってさ、なんかチームエイトはなんか今まで3人だけ兼任してたんだけど、各チームに1人ずつ兼任してたけど全員兼任になって、なんかその時は本当にまあ何の説明もなかったから、え、何チームエイトはどうなっちゃうのとかさ、なんかあとチームエイト以外のメンバーとの交流がもうゼロに等しかったからどうしようみたいな、馴染めない、終わった、え、無理、どうしようみたいな、結構こうなんて言うんですか、うわ兼任だ嬉しいって手放しで喜ぶ感じではなく、正直ね不安がいっぱいだったの、どうしようみたいな、あ、え、どうしようみたいな感じだったんですけど、まさかこんなに素敵なチームになってこんなになんか恵まれるとはと思わなくて、なんかでしかも急になんか4年間ぐらいだったって言われてさ、丸4年、4年も経ったんですかっていう、びっくり、なんか体感としては2年ぐらいです。あの何、体感としては一瞬でしたって言ったら言うのが普通だと思うけど、あのリアルに多分2年ぐらいに感じてます。リアルじゃない。そう、4年か。最初はゆりさんとも全然分かんなかったもんな、どんな人なのかとか。でもなんかゆりさん村山チーム4に兼任したからこんなに劇場が好きになったし、なんかパフォーマンスもあのなんだろう、全力元気に私のパフォーマンスがなったのは絶対村山チーム4のおかげだし、なんか村山チーム4からもらったものがあまりにも多い、
そう、生誕祭もね2回もチーム4でやらせてもらえて本当に嬉しかった。ゆりさんからお手紙もらっちゃったしね、あそこに置いてある棚に大事に置いてあるんだ。そう、宝物です。宝物もう1つ増えたんですけどね。正直最初はケニーは嫌だった、嫌とは思ってなかったけど、なんかどうしたらいいんだろうと思ってた。兼任って どうしたらいいんだろうみたいな、そうそう感じでしたね。まだ兼任制度がさ そこまでこうあれしてなかったから、そうえってなった。最初心配してたけど今チーム4が大好きになりました。あー嬉しい、ありがとうございます。私も大好き。兼任先が4じゃなかったら私はサリンに会えなかったから感謝。確かにそうですよね、兼任先が4じゃなかったら出会えなかった人もたくさんいるだろうしさ。うわー嬉しいな、なんかいいチームだったな。でも別にさっきからゆりさんの話をしすぎていますが、チームメンバーみんなのことが私は好きですからね。今日はねズッキーとはーちゃんとウィンブルドンをやったんですけど、そうズッキーがちょっと細かいとこ教えてくれたりして、あのめっちゃ楽しくできた。ウィンブルドン楽しいですね、もうやることないけど。こんな楽しいって思ってももうないんだけど、やれる機会がね。そう、もうエイトのコンサートとかのユニットでウィンブルドンに選ばれるようなタイプじゃなくなっちゃったからな、もうないかもしれないですね。ウィンブルドンはね、でも2回目ですね、フルでやるのは、劇場でやるのは初めてですけど、あの8の日かな、でハッツとヒカルンと3人でやりました。いやいいチームだった、いいチームだったな。もうなんかいいチームすぎて語彙力ゼロになってる今。しけんさんこんばんは、今日の公演、しけんさんこんばんは。でも今日もねちょっと劇場に2時間ぐらい人より早く入らせてもらって新報時の練習をねゴリゴリやってたんですけど、今回はなんか大きなミスはなく無事に終わったことが非常に良かったと思っています。あ、千秋楽行ってきました、あありがとうございます、さっきぶりです。シャキンさんこんばんは、ありがとう、終わり疲れてるのに配信見に来てくれて。いやでも結構シンポジでよかったな、マジでシンポジでよかった、新鮮な気持ち。だってこんなにさ、もう3年以上やってるわけじゃないですか、鉄の公演を。でこんなに新鮮な気持ちでできるのすごっいいよね。シンポジってだけで超新鮮な気持ちでできるんだもん、楽しかった。サリの歌が上手で初めてショールームきました、え嬉しい。今日でもそんな歌を聴かせるような曲じゃなかったけど、ユニット嬉しいです、ありがとう、イエーイ。シンポジお疲れ様です、ありがとうございます、嬉しいな。ウィンブルドンね音が高いから難しかったです。そう、でも楽しかった。ウィンブルドン間違えずにできたの奇跡だったな。難しいんだよね意外とね。サリの声可愛くて好き、あー嬉しい、私声可愛いって初めて言われた、あごめん初めては思ったかも、ファンの人からはたまに言ってもらえるけど、あんまりさ実生活で声可愛いですねって言われたことない。でなんかその時によって声の高さ全然違う気がする、今は低い方だけど、なんかね日によったり時間によったりして全然違う。
初めてですね。へえ、イノセンスよかった、セクシーだね、ありがとうございます。イノセンス、あ、イノセンスですね、イノセンス好きですよ。待って、イノセンスやるのももう当分ないってこと？エイトのコンサートとかがあればだけど、あんまやんないもんな、イノセンス。この前一回やったけどもうないんや。なんかさ、鉄の公園の曲全部今日が最後だったのかと思うと、なんかえってなる。本当に嘘、なんかまたやるような気がしちゃうな。なんか寂しくなってきた、寂しくなってきちゃったな。そっか、そうだよね、今日でチーム4終わりなんだもんね。なんかさ、今急に寂しくなったポイントとしては、次の新公演のレッスンがもう始まってるチームは始まってるんですよ。チーム4とか K とか早いチームはね、始まってるんですよ。でもそれを考えたら、あ、本当に今のチーム終わっちゃうんだと思って、なんか寂しくなってきちゃった、はあ。そう、1ヶ月後には A もスタートです。でも今日ナナさんが、そう、次もチーム一緒だからサリンとは寂しくないねって言ってくれて、ちょっと元気出た。そう、ナナさん私を励ましてくれていると思って、うん、息でしたね。いやでもちょっとチーム4への思い入れが強すぎて、今チーム4が終わってしまうということで大ダメージを今心に打ってる。なんか溝落ちあたりを殴られたぐらいのダメージを今負っているちょっとどうしましょうでも最後決めてるの、今日ね、ゆりさんが次チーム A だからピンクのねマニキュアをくれたんです。みんなのチームカラーのマニキュアをくれたんです。だからチーム A としての初めての活動の時は絶対にこれを塗ろうと思ってる。あ、今日ね、そう、黄色にしてたの、チーム4だから。ちょっとからし色みたいな色なんですけど、ちょっとおしゃ黄色にしたら、ちょっとからし色みたいな色なんですけど、シャケンです、シャケンさんこんばんは。そうだから、もうこれを塗ってゆりさんを心に宿して新チームでも頑張る。おしゃれだな、寂しい、ちょっと寂しいからゆりさんに終わったら LINE しよう。ちょっと寂しすぎて死にそうなんですけどって返すのに困る、 LINE すぎて困るわ。あとね、今日ね、そう、ズッキーをね、フィナンシェをくれました。セリンちゃんって書いてあるのがかわいいね。ズッキーもチーム変わっちゃうのか。仲良くなれてきたところでチームが変わってしまう、遅すぎ4年やってやっと仲良くなれるのは遅すぎ。こんばんは。いつかエリーさんと僕対出てほしい、オタクの勝手な願いだけど。マジでちょっとさ、ユリさんと劇場に立ちたすぎるから、僕の太陽公演覚えたいんですけどってマネージャーさんに覚えたいですとは言ってるので、また機会があればタイミングは来るんじゃないかと信じていますそう、ちょっと
寂しいな、寂しいな、どうしよう。え、マジでさ、この手紙毎日毎日読もう毎日っていうか、なんか、あ、心が辛いって時に読んで元気出そう、このゆりさんからの手紙。これさ、便箋がね、すごい、俺見てキラッキラで可愛いのよ。可愛くね、ゆりさんの字可愛いな。ダメダメ、何回読み直しても泣けるんだけど、この魔法の手紙もらっちゃったな。何回読み返しても泣ける魔法の手紙もらっちまったな。あれ、ゆりさん魔法使えたんだ、初めて知った。千秋楽で初めて知った、ゆりさんって魔法使えるんだな。ただのオタクが配信してるのつ間違いない、間違いないです。さらに千秋楽お疲れ様でした、ありがとうございます。好き好き大好き、やっぱ好き、はあ、チーム4、今日のね集合写真がめちゃ良かったよ。こちら、え、ゆりさん可愛いの、ゆりさんが可愛いんだけど、はぁ、あ、好きはオタク結局ゆりちゃんかよ。いや、ちょっと自分があんまり漏れてないんです、今回の写真。なんかちょっと顔パンパンで漏れてないんで、ゆりさんの可愛さが際立ってる。ゆりさん、ゆりさん会いたいです、ゆりさん、ゆりさんゆりんごポーズのエルバンドサリン可愛いよ。 ありがとうございます、ゲットしていただいて。ファンの人はお金を払ってください。お布施、お布施しようかな見つぐユリさん、そんな感じでね、12時が近づいてきています終わりにしなくてはなりませぬルールで。それはあと3時間ぐらいゆりさんへの愛を語れる配信ができるんですけど、まあ、ちょっとショールームのルールとしてね、 AKB メンバー12時までなので、ちょっとあの終わりにしたいと思いますはあ、ちょっと寂しいな、ゆりさん、いや、なんか本当にさ、なんかチームフォーでの仕事の時は絶対にゆりさんに会えるというのが私のなんか全ての生きる原動力になってたような気がするんだよな。ねえ、ラッキーが見まーす10歳ニューヤマヒロさん、ありがとうございます。12ヒラリンさん、ありがとうございます。11ラピスさん、ありがとうございます。シュイヤスさん、ありがとうございます。9ピアノマンさん、ありがとうございます。8位クロギツネさん、ありがとうございます。7位バイコゾーさん、ありがとうございます。6位川端真嗣さん、ありがとうございます。5位ヤチさん、ありがとうございます。4位キャロンさん、ありがとうございます。3位おちゃむさん、ありがとうございます。2位たてやまけんけんさん、ありがとうございます。1位はアンディさん、ありがとうございます。そしておちゃむさん、たてやまけんけんさん、アンディさんはタワーもありがとうございました。全然私は何もしてないんですけども、あの千秋楽おめでたいというタワーを立てていただきまして、非常に嬉しいです。ありがとうございました。今後私は向井地チーム A に所属になりますけれども、チーム A での私の応援も何卒何卒よろしくお願いいたします。ちょっとね、まだ全然何もチーム A は始動していないので、
ドキドキワクワクバクバクって感じなんですけど、ドキドキワクワクムネムネバクバクって感じなんですけど、新たなチームでも活躍できるように、まあ、じゃあチーム4で活躍したかっていうと首はかしげますが、活躍できるように頑張りたいと思います。皆さん、では今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。おやすみ、バイバーイ。